ロスタムは、ペルシアの女子誌、シャーナアーアメに登場する英雄、ザールとカブールの王女ルーダーベの息子。母、ルーダーベが、ジャオーザ・ハークの彦であるため、ロスタムは、ナリーマン家という英雄の家系に生まれながらも、ジャオーザ・ハークのヤシャ語でもある。巨像のような立派な体格を持ち、シャーナアーアメではたびたび死�子に例えられる。700年もの生涯のうち、イランを守るため、 トゥーラーンや化け物とたびたびと高かった。彼は七つの試練を超える、ペルシア最大の英雄の一人である。ロスタムを身ごもった、ルーダーベイ母の体内で大きくなりすぎたため、父の育ての親である、レイチョース・イーモルグの力を借り、帝王切開により出生する。このような難産だったため、出産後、母親は、私は救われ、悲しみが終わったと言った。これにより、この赤子は、 ロスタムと命名されることになったという。成長したロスタムは、ソソフナリーマンの敵討ちのためスイパン土城を攻略し、またたびたび侵略してくるトゥーラーンを幾度となく撃退し、名を挙げる。そんな中、イラン国王カーウースが白木と戦争をし、苦境に陥る。この救出のために旅に出たロスタムは7つの試練を超えることになる。これが、 ロスタムの異業の一つ、七童貞である。第一の試練では、ロスタムは戦わず、彼の愛は、ラク楽ュが代わりに戦うことになる。旅の途中、疲れた、ロスタムが寝ている時、一匹の獅子がやってきた。ロスタムたちを襲おうとした獅子に対し、楽ュは、獅子の頭を蹴り飛ばし、背中に噛みついて地面に倒し、引きちぎる。なお、このラクシュという馬は、 龍馬と除述される巨大な馬で、人並みは、ずれた怪力を誇るロスタムが背に手を置いて、力を込めても耐え切ることができる、唯一の馬であった。水の一滴もない砂漠で、ロスタムは死にかける。しかし、絶体絶命のロスタムが神に祈ると、どこからともなく一匹の頻用が現れる。近くに水場があると考えた、ロスタムは頻用の跡を追い、水場を発見。 九死に一生を得るのだった。落死と共に竜と戦うロスタム水場で、ロスタムが眠りにつくと、そこへ一匹の竜がやってきた。実は、その水場は、竜の憩いの場で、悪気すら近寄らない、危険な場所であった。危機を感じた落手に起こされた、ロスタムは剣を抜き、竜との格闘の末、竜の首を跳ねるのだった。やがて魔物の国に入った、ロスタムは、 泉を発見し一休みする。その泉のほとりに酒とギターが置いてあったので、ロスタムは酒を飲み、ギターを弾き、歌う。すると、一人の美女が、ロスタムのもとにやってきた。息統投合をする二人だったが、ロスタムが神の名を口にすると、女は顔色を変えた。これを、怪しいと感じた、ロスタムは、わなわを投げ、女を拘束するとたちまち女は、 醜い老婆の正体を表したので、ロスタムは、剣で魔女の道を両断した。星も月もない、闇の世界に入り込んだ、ロスタムは、楽種に手綱を任せて進むことで、ようやく日の当たる世界に出ることに成功する。ここで、ロスタムはこの地方の領主ウーラードを捕虜にし、以降の道案内をさせることになる。悪鬼の陣営を発見した、ロスタムは、楽種に騎乗し、大音声を上げて、 悪鬼の指揮者アルザングに突撃する。そしてロスタムは、アルザングを捕まえると力任せにアルザングの頭と胴体を引きちぎる。そのまま、ロスタムは指揮者を失った悪鬼の群れを蹴散らし、カーウース王を救出する。なんとか王を救出した、ロスタムだったが、王は、牢の暗闇のために失明していた。これを治すためには、敵の親玉である白鬼の脳と血を飲ませなければならない。 ロスタムは火が昇るのを待ち、白木との対決に臨む。序盤、ロスタムは剣で白木の片腕、片足を切断するが、白木は衰えることなく攻撃してくるので、やがて素手での格闘になる。さすがのロスタムも死を覚悟するが、白木を投げ技で地面に叩きつけ、探検でとどめを刺す。ロスタムとソフラー部あるきっかけから、ロスタムは トゥーラーンの属国にあたるサマンガンで美女、タハミーネと出会い一子を設ける。こうして生まれたロスタムの子ソフラーブは父が誰であるかも知らずに成長しトゥーラーンのためにイランと戦い始める。やがてタハミーネから父の蘇生を教えられたがすでにソフラーブはトゥーラーンの戦士としてイランと戦っており引き返せない。そこでソフラーブはイランのカーウース王を 玉座から引きずり落とし、父であるロスタムをイラン王にし、叱る後自分はトゥーラーンの王座を散脱する計画を立て、とりあえずはイランとの戦いを継続する。次々とイランの勇者を打ち破るソフラーブに対し、ついにイランはロスタムを戦場に呼び出す。すでに老英雄となっていたロスタムを見たソフラーブは、この老英雄をロスタムではないかと思い蘇生を尋ねるが、 年老いたロスタムはこのような若者に敗れて名誉を失うことを恐れて正体を隠し自分はロスタムではないと名乗ってしまったためそうとは知らずこの親子は三日にわたって激闘を繰り広げることになる一日目二日目は共に若いソフラー部が優勢であった特に二日目にはソフラー部はロスタムを組み伏せもう少しで殺せる寸前まで行ったのであったが ロスタムは奇形を使い、何とか逃れる。どうしてもソフラーブにはかなわないことを悟った、ロスタムは神に祈る。実は、以前のロスタムは、自分でも制御できない力を持っており、神に力を一部だけ取り去ってもらっていたのである。その力を取り戻した、ロスタムは、三日目、ソフラーブに、瀕死の重症を負わせることに成功する。しかし、死にゆくソフラーブの口から、彼が、 自分の子であることを知り、知らぬこととはいえ子殺しをしてしまったと、絶望にふけるのであった。その後、ロスタムは死に場所を求めて、各地をさすらい、その一方で死者を蘇らせる霊薬を探した。だが、霊薬を手に入れることはできなかった。ロスタムとイスファンディアールイランの王が、ゴシュタースプ王に代替わりした時のこと、王子イスファンディアールをうとんだ、ゴシュタースプ王は、ロスタムを倒したら、 王位を譲るとの約束をする。これには、イランの東側、ザーブリスターンに広大な領地を持ち、かなりの権威を持つザールとロスタムが王に疎まれていたという事情もあった。ロスタムと同じような七つの武勇伝を持ち、聖堂の体を持つイスファンディアールに対し、ロスタムはかなりの苦戦を強いられ、重傷を負う。ロスタムは、父ザールの助言に従い、 霊長スイーモルグに治療してもらうとともに助言を得る。スイーモルグはイスファンディアールは聖堂の体を持ち剣でダメージを負わせることはできないが目だけは例外だとの秘密を教える。そこでロスタムはイスファンディアールを油断させ弓で目を射ることでイスファンディアールを殺害することに成功する。この時ロスタムはイスファンディアールの遺言に従い彼の息子である バフマンを扶養することを約束する。しかし、ロスタムの死後、バフマンは、父の復讐のため、ザーブリスターンに出兵し、ロスタムの父であるザールを捕らえ、息子のファラーマルズを殺害することになる。ロスタムの腹違いの弟シャガードは青年に達すると、カブール王の娘と結婚した。これによって、ザーブリスターンの主であるロスタムは、これ以降は、カブールに対して、 見継ぎ物を要求しないだろうと思われていたのだが、この年も、ロスタムは、カブールの見継ぎ物を要求した。これに立腹したシャガードは、落とし穴の計略により、落手諸ともロスタムに、瀕死の重傷を負わせる。しかし、ロスタムは重傷を負いながらも、弓で、シャガードを射殺してから、息絶えるのであった。ありがとうございます。